って言われたんですけど、何も言えません。さあ、コンソメ君とアインマンの勝試合ということでですね、いきましょう。さあ、まず先鋒戦は前半に対して2ステイ押し置き、距離を取ってからの立ち回り、 3H とダッシュを繰り返してゲージを止めていくが、ここは2ステイ対空、一気にヒートで掴んで、ここはキンバースト。さあ、スラッシュバック2段目に合わせてケツ総裁していったが、ここはキャンセルからのタイガー競り勝って画面端、ゲージはまだ使っていません。おお、ハンマーからのアタックをライドで回避。さあ、AS31、 さあ徹底しておりますが、前に出てしまったところを逃がさず捉える。おお、ベイパーやばい、ロマキャンしていた。さあ、 AS の先端よりちょっと外の前で待ち構えるカイ、そして触れたら昇竜拳で返していけ。あと、ここはダウンバーストではなりません。コパンで拾って PPS ビーバー、かっこよく一本選手、非常に落ち着いた素晴らしい試合でした。丸、はい、第2ラウンド、あ、開幕はいつも同じということで、まずは捕まえたのは小勝負銀お、スラ、ファジージャンプ、S、タイガー、うまく捉えていったんですが、さあ、しかし空中足がハンマーブレイク止めて逃げいて、レイバー、ついた中央の攻め、空中足、ここはデッドアングル、使用から一気に近づかい、 2S 引き寄せてハンマー、これは殴って成功。足から一歩足を読んで、さあ流れるように読んでいきました。この状況でニエス、タッチ系ニエス飛んで逃げるか、走って投げるな、アイマン、あー、インスペシャル、なんというフェイク。さあ、あとは球を打つだけ、返されないような角度で打っていく、そしてハンマーをジャンハイ。はい、サーニーロイさんのチームが勝利。アインで良かったですね。じゃあね、次 C バンダイが勝ったチームとロイさんのチームが行いまして、その試合の勝者とこの試合の勝者が、決勝戦となりますので、ロイさんのチームはちょっと待機です。さあ、おっと、気づいたら出ていました、ボーさんのグリフ、中堅で出てきております。投げて 25% 溜まっていますが、ここはバースト、この空中ダッシュ、そして投げを決めて、先ほど凄まじい速さで試合を終わらせました。下にいましたが、これはノーリスク、ラッキーだった。伸ばして首またぎ、追いついて投げている、キンエス2敗、ベイパーストラスト貼り付けて前敗からキンエス、ここは安定でダウンを奪っていくが、これは厳しいぞ、あー、目の前で光って FB 方向吹っ飛ばしていく一本選手、ボーブクリフ、あー、飛ばそう、これは失敗、コパンで拾い直していきたいが、コンボミス、ちょっとね、やはり、おー、すげえ、日本に対して刺していく、そしてダウンを奪って、レージ回収、もりもりたまる、足前から B 方向、S、ハイ、ガラタチピン、ここは直下からジャンプ、回避していくが、空中ダッシュに対して、スタッチ、打ち返していく。さあ、うまく今のところは掴まない立ち回りを見せているが、ここで一気にクリフが画面端、さあ、姿勢が低すぎて当たらない、似合いダイク、見ていた、中央を落として、置き攻めは S、
足払いからノアからのタッチピーからのバーストランダーかマイビー下から突き上げる形コパンクーチワッシュここは投げて助けせませんこの体力でもまだ腰痛はならない油断大敵じゃよいやしかしまだ溜まってあったんですねあごめんなさい私もですさあそして出てくるのはサミットチップお人さんが良かったさあボブさんのクリフと対するはサミットさんのチップ本日は大会前にこいつさんのクリフとガチをしておりましたということでどうなるかボブさん自身もやはりサミットさんのチップがきついと言っておりましたのでさあチップがねいい方ですねこの試合やはりあのこのチーム戦はちょっと笑ってしまったコウモとか言ったらやばいそこに判定はないさあチャンケイがあの高さで当たっているさあ足払いまずはかかしてジャンハイさあ2機体がジャンハイ振り回していく刺身捉えて落とす空中ダッシュしっかりミストガード手裏剣を投げてここは捉えるこの微妙の高さどう落とすか普通のコンボ空中ダッシュ立ち合い後ろから刺身で拾いますが2杯が高くて当たらないFB 昇竜、FB ゲーターですね飛んで、です、ハイからこれが当たってしまったじゃあ、ここっと押している、中段ガードいいです触りに行く、あーっとバーストも読んでいた当たらない、どうする厳しい状況元老用から、後ろかーエステいやー完全にチップ消えたんでサミットさんしか分からなかった難点の瞬間さあ出てくるのは FAB ボチャムキンさあ完全にカンガネもこの対戦ではあっと投げていくオブクリフ対フェリーの商品戦の戦ここはレワガチャをしっかりしていったが狙いはそれではない上り中段ボチョムキンはとんでもないことになっているので頑張りたいところですがチャンスでまずは落とす1攻め足で飛んでいるそしてヘブンリードあぶね当たるんだ当たりそうになかったイメージなんですけどもね今の当たり方とちゃんと掴んでいますさあデコピンさあしっかり対策してきた FBB ポソミキンが一本選手さあ空中ダッシュチョカーしかしここはジャンプ系上りジャンプ系でポソミキンバスターを蹴っていく2杯にメガフィストバック戦に立ち消し込んでいくがここエース確定しないさあチョカーケツで落としてさあチャンス線の線は投げ無敵はありませんので、ポショムキンの場合はポショムキンバスターが通るんですね。ということで非常に痛いダメージを期待できるんですけども、それだけじゃない。すごいですね。さあ、空中ダッシュ、直下から画面端、追い込んで触りに行く。さあ、2杯に対して、チャンハイヒット、ここで一気に攻める、ポショムキンがバースト、ここは通る。足元に当たって空中足戻ってくる S ハイからタスピー足払い確認からバカモントラストが通ってあの微妙な笑いがノーリスクさあ最初ラウンド空中足 S が通って画面端バックステップタッチピーからこれエリアルコンボを選択目の前に落ちてバックステップ追いかけるポチョムキンしかしバックステップの性能は非常に強力いい方向ガードさせて中段的ガードしてキングス
わーっとハンマーホールの隙に空中ダッシュジャンプで当たっている。とんでもないことになっていた。昇竜拳をここで初めて耐久で使ってダメ押しで説教開始。バカモンがそんなん聞かねえなんてグルタ野郎なんだ。エビオーカの、そして隙は全くない。足の洗いからよいしょジャンプS。 さあコロンビアで勝ったのはボブクリフ、決勝進出です。さあ、負けトーナメント決勝いきまーす。ロイソル、翼アンジー、ニコルバイケンチームと、どっち勝ったな、これ。サトゥチーム、どっち勝ったの？サトゥ、どっち勝ったの？勝ち。